まずは真犯人を見かけた場所を調べてみたらどうでしょう。何か見つかるかもしれませんよ。持ってるのかしら。山の手に住む山の手に住む山の手に住む山にならなければいいのに。よしやるぞ。とにかく陸を食べないと。
親父が無事でよかった。入っても大丈夫か。何もないぞ。肉だ。とにかく肉を食べないと。野菜を食べれば元気になるぞ。いい湯加減だ。暑いわね。よし、やるぞ。ナオトのやつ、山の出と喧嘩にならなければいい。知らないよな。捕まったって。本当に？喧嘩だ。山の手に喧嘩なのか。バッテリーが。水道はいつ復旧するんだ。10分後、松野さんから関係者が集まったとの連絡があり、私とカナエさんは中華料理店再起楼に向かった。皆さんに聞いていただきたいことがあります。さて、私が関係者に伝えたいことは、一連の放火事件、真犯人は別にいます。私は放火現場に落ちていた手紙は直人さんに頼まれ私が落としたものであるということ、私が犯人ではないことは理恵さんが証人であること、そして放火現場にハンカチが落ちていたことを説明した。では
このハンカチの持ち主は誰なのか。続けて私は静香ママの証言により、このハンカチがホテル長慶の記念品であること、そしてハンカチの刺繍から13年前料理長だった人物に贈られたものであったことを説明した。つまり犯人は松野さんが料理長になる前、13年前ホテル長慶の料理長だった人物。犯人は野際さん、あなたです。そうです、そのハンカチは私が13年前にホテル長慶で料理長をしていた時にもらったものです。そしてオーナーの家に火をつけたのも私です。近寄るな。オーナー、あなたのせいで私たちは。落ち着いて、そんなことをしても何もならない。私は若い頃からずっとホテル長慶で働いていました。そして努力の末料理長まで上り詰め、長い間厨房からホテル長慶を支えてきました。しかし10年前ホテル長慶の前社長が亡くなり、社長が変わったばかりの時にホテル長慶は食中毒を出してしまいました。原因は若手従業員の不注意です。しかし新社長からは、お前はクビだ、新しい料理長は松野さん、あなただと。当時の私は家を建てたばかりで多額の借金があり、女房にも2人目の子供ができたばかりでした。再就職しようにも解雇された料理人を誰も雇いはしません。収入がないまま1年が過ぎ、家も何もかも失い、私は家族と心中を決意しました。しかし亡くなったのは女房と生まれたばかりの息子だけ。私は罪を問われ、小学生だった娘の親権も剥奪されました。それから刑期を終え、生きる意味もなく暮らしていたある日、忘れもしません、オーナー、あなたの店の求人を見かけ、私は復讐を決意しました。そうだ、この子を殺す、そしてあなたにも。このあざは、松野さん、この子は。リエは私の本当の娘ではありません。子供のいなかった私が里親として引き取った子です。あなたの息子さんを疑って申し訳ありませんでした。この通りです。それに私は下町の皆さんを下に見ていたと思う。
本当に申し訳ない。いやいや、俺たちも山手の人たちをうさんくさいとか誤解してたよ。申し訳ねえ。いただきます。それくらいにしたら、せっかくの麻婆豆腐が焦げちゃうわよ。そうそう、島杉さんの豆腐は素晴らしいですな。私の麻婆豆腐にぴったりだ。いやいや、松野さんの味付けも大したもんですよ。こんな繊細な味付け、俺たちには絶対真似できねえ。おい、大変だ。百合ヶ坂マルシェに泥棒が入ったらしい。犯人はこの界隈をうろうろしていた二人組だし。二人組？まさか君たちが。僕です、ナオトです。逃げてください。線路に上がれるように足場を用意しておきました。町のみんなは宴会で盛り上がっています。今のうちに早く。ありがとう、この恩は忘れないわ。いえ、こちらこそ。あなたたちのおかげで僕らは交際を認められて、町のみんなは仲直りできたんです。お礼を言うのはこちらの方です。さあ、急いで。他の人に見つかるといけないから、こっそり逃げてください。僕らは先に行ってます。